疲れた。本当に疲れた。疲れた。とにかく、まあ、月曜日の、まあ、ことでね、合わせて、月曜日ということで合わせてね、こう表現、というか、発信できては、はぁ、あ、こんな気づかなかったとこで。気づかんかったとこで、あ、これな、これ全部つながってんだよ、これ。全部つながってんだよ、これ。これ、これ。全部これ。これ全部絶対縦にしたらこうなって。気づかんかった。これ絶対揃えたらなるんだよ、これ。まあいいや、いいや。いいです、疲れた。もういいです。疲れた。疲れた。疲れた。まあとりあえずね、今話しておかないかんことと思ったので、ですよ。なんでやってんだろうな。早くこう自分なりに面白い動画のペースっていうのを掴んで、やっぱやって発信していきたいと思ってんだけど、ね、やっぱりね、今社会は悪くない。今の社会はですね、悪いんだけどね。いや、悪くないっていう捉え方をすると、社会は悪くない、引きこもりニート、うつ病、精神疾患悪くないって捉え方をしなきゃいけない、今。手打ちにしなきゃいけない。前話したけど、疲れたね。前話したけどね、手打ち、社会は悪くない、引きこもりニート、うつ病悪くない、精神疾患悪くないって悪くないんですよ、だから。ということで、していかないと、手打ちにしないとね、苦しい状況になってますからね。それで、ニコ生でね、なんとか銀ちゃんっていう人がね、2と10日目とかね、2と19日目とか、もうこう配信で毎日やってますけど、どんどん重くなってくる感覚があって、重くなっていて意味あるっていうのがあるし、YouTuber って仕事だってよかったですよね、TikToker、YouTuber。あってよかったですね、今ね。でもだんだん重く、ニートはニートで仕事だから、働き仕事をやればいいわけだから、だから10日ニート10日目とか19日目とか数えてたらだんだん重くなっていく。あの感覚は何っていうことですよ。重くなる必要ない。ニートを重厚感を増していく、重みを増していって、厚みが増していって、こう仕事になっていくからね、ニートはね、仕事働きですから、ニートはニートのままでいいし、そのニートの仕事働きって、あと稼ぎを、ニートらしく稼ぎを仕事で働けばいいわけです。それでそこから始めていかないと始まんないじゃんと思って、世の中ってよくこう思ったなと思ってね、フリースクールが足りてないし、なんか世の中よくめちゃ、こんなめちゃめちゃに状況よく滅びてないよね、日本って。ってことでね、で、今のこうコロナにかかったら今どうなるのとかは言ってくん、逆のこと言うからね、報道はね。今はワクチンどうなのかってことだと、あとね、逆のこと言うからね、今コロナになったらどういう状況になるのかってことは伝わってこないでしょ。だからやってないんですよ、2年3年仕事してるんですよ。逆の煽りはするけど、それだけ。テレビひどいで、だから、なんだね、こう、どっちだっていいよ、ウクライナ、ロシアだ、日本なんだから、っていうことで。っていうこと、まずそこ言わない、全部言わないもん。びっくりしちゃうよ、あの人たち。ひどいですよ。ひどい。もう全部仕事しないです、一切。仕事してないのは報道です。マジで。だから、そういう中で今、マスク社会でここまで窮屈になって、なんでそれをやるのかわかんないけど。なんでマスクしてるのかわかんないけど。でもなんかこう、そういうことでね、ずっとやってるけど、息苦しいじゃん。夏に来るぞということで。苦しいでしょ。もういや、みんなやめてね。外国の人やめてるし、もう日本もやめていくってことね。感じに、どんどん窮屈になってきてるんで、それで、ストレスが溜まっていってるところに、やっぱ手打ちしないと、やっぱり、息抜きしないと、やっぱりこう、って言わないからね、報道はね。一切ね。こういうとこですね。で、ちょっとした本題のね、双極性障害だったんですよね。だから全然、こう、もうほとんど再起不能の状態だったわけです、俺は。それで、こっからまあ、こう、評価とか、他人の評価とかも気にしないってことをね、言ったし、もう、自己評価を深めていくって言いましたからね。それで、
やっぱ地道に、自然に地道に自分のね、日々生活を送りたい、まずねってことを、やっぱこう、そこに長くかかったけど至ったわけです。自然に地道にね。これすごく、双極性障害、うつ病、統合失調症の人っていうのは、こう、すごく分かるんじゃないかな。こう、自然に地道に、やっぱり自分の、本当にフリースクールが足らなかったですね、日本で、あと。本当なんかこう、ひどいですね、それを社会が正しいっていうことで、やっぱやってた人たちいたけど、何なんですか、あの人たちは。自分でこうしないんですか、あの人たちって、もう今のマスクの社会みたいに。自分で何か変えようとしないんですかと思うわ。なんか、そうね、本当にね、こういいんですよ、別に。ニートはニートの仕事、働きをして稼ぎを生み出せるんだから。それいいんです、それは。ですよ。だから引け目がない、引け目を感じる意味もないってことで。だから、なんかこう、おかしい、ちぐはぐになってると、本当に。だから、言っていかなきゃいけなくなっていって、またまあ、また重ね重ね、また、前話したことを。それで、俺は YouTube やっていくにあたって、ネット配信などをやっていくにあたって、もう自然に地道にやってきて、自分を演じたくない。無理したくない。だから無理になんかこう、あれや、自分のチャンネルの動機をはっきりさせていって、自分の現場を作っていって発信していきたい。わけで、それだけやね、自分こうしようと思ったらそう動いてるということで、そうしていきたい。だけどもう、それはもう本当に、その伝わると思うのは、どういう層にこう、やっぱ、こう、アプローチしてるのかって、メッセージしてるのかとか、まあ伝わると思うわ。それ自分のやりたいことはしていきたい。それも自然に地道に、それは、再生数とか登録者とかをこうね目指すけど、そこではないんですよ。人に見てほしいって、楽しんでほしいってあるし、メッセージもあるんだけど、俺としては双極性障害で苦しんだから、自然に地道にもちび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 日々生活を送っていく、でそれで確かさをやっぱ持っていくっていうことで、それでやっぱ助かっちゃうのは、それがもうみんなで助け合えない、みんなで助け合えない、そういうスタイルを取るよ。まあ取るのもある、はっきり。はっきりもう加藤純一や木工や優太たちぐらい、優太ぐらいタフに何言われても自分の続けていけるってことあるんだよ、やっぱり。加藤純一や木工や優太たち、ヒカキン、セイキンたちが、やっぱり続けていけるコツがあるんですよ、やっぱり。そうだ。それを学ばさせてもらった2年間だったなって。だから、ですよ。それで、他人に見てもらう、楽しんでもらうっていうのと、人にね、ってのと、それで自分の自然な流れで持って生きていくってことを、やっぱ、それで、両取りするってことがすごく大事になってきて、ですよ。自然な流れで地道にこう、やっぱ日々生活を送るってこと、非常に、そして強くなっていく。自分の現場を作れば、強くなっていくってことで、ですね。だからできることはやっていこうと思うね。ちょっと思うね。そういう感じです。緊急ビデオでした。疲れちゃった。だから無理演技になっちゃうと厳しいんですよ。でもメッセージ届けたいじゃん。今までのやっぱやり方できつかったって。まあじゃあやっててよかった。発信したらデトックスになる。だから。私はこうきついて喋ったらもうすっきりしちゃう、めちゃめちゃ。それが今大事になってきてるね。わけですよ。で、ですね。それをちょっとこう、ここまでかかっちゃうぐらいみっともない人間なんで、俺は。結局。しかし、ここまで来られてよかったなと、あとはちょっとケアしたいですね。世の中いつの間がこうなってたって引きこもってた。でそれで発信したい、こう伝えたいことっていう社会に対して、あるし、またね。まあそういうことやね。自分なりにやっていきたいことがあるしってことですね。疲れて、まあそんな感じですもん、今日は。はい、どうも。では、また、バイバイっていう。ヒカキン、前にめちゃめちゃ、緊急で撮ってもめちゃめちゃ YouTube になるね。さすがですよ、もうさすが。さすがヒカキンよね。もう、ヒカキンたち、セイキンたちのこう面白い基準に持っていくようにかかっちゃった。ここまで。YouTube が面白いと思って、もうはっきり。基準まで、面白さのクオリティの基準まで持っていくようにかかっちゃった。ですね。はい、そういう感じです。もう今日はもう。はい、ブンブン。ではではまた。面白い動画にしていきたいです、まだね。ではでは。
また。ではでは。